日本新潟県長岡市西川口西川口は新潟県長岡市の地名。旧北尾沼郡西川口村。郵便番号は949-7513。西川口は長岡市川口地区西部の大技で明治22年に新設合併した川口村のうち、旧西川口村及び川口原神殿、山崎神殿にあたり、農地及び住宅地が多くを占める。 また、魚野川の男山漁場は、新潟県最大の柳葉であゆ、酒、葉へ、鯉、ナマズなどが取れる。あざ西倉ではスイカを栽培が盛んである。北西で、おじやし城下高い、北で品濃川を挟んで逃げ受け島、東で魚野川を挟んで東川口、川口中山、南で川口南津、川口カナンツ川口タムギ山、西で、おじやし川井、潮戸の及びわずかに、 河井神殿に隣接している。障子として、阿らや新時期、中庭、岩出玄、西倉、原神殿、河岸、上野原を有する。この地には先土期時代末期の阿らや遺跡が、魚の川左岸大地に存在する。この遺跡からは彫刻刀及び採石器が出土している。縄文時代の遺跡として品の川左岸に、西倉遺跡、上野原遺跡当地は、 和名将の魚沼軍夏上里にあたる。中世に入り、この近辺は、矢部神のうちと呼ばれ、下川号19判明の一部として、うちが、牧城主である、日泰一族の田中氏の支配下にあった。1542年に起きた天文の乱において、田中氏当主である、田中太郎左衛門長吉は、越後国主後、上杉定屋の側につき、長尾た影と対立したが、 ためかげ没後、田中氏の自立の承認と引き換えに守護代長尾春慶に起伏した。江戸時代に入ると、川口村は高田藩に属した。正式に分存してはいなかったものの、小法国絵図ではすでに、川口村とは別に、西川口村の名が見られる。江戸初期に高田藩に属していた当地は、1681年の越後騒動の結果、 高田藩が改役されると天領となった。1743年になると川口は幕府と糸井川藩の愛 q となり、それぞれ五領川口、四領川口と呼ばれるようになった。このうち四領川口は1834年に天領に服したものの、同時分尊し、1861年には西川口村と称した。また、1840年に、 狩リ郡大阪村の百姓母兵によって、筑球川口が開発され、山崎神殿となった。村高は、昭法国営図において301国余り、高下三年村名最長において398国余り。1878年の軍区町村編成法において、魚沼郡西川口村とされた西川口村だったが、翌1879年には、 魚沼ヌ軍が分割され、北魚沼ヌ軍西川口村となった。1889年の町村政志向に、伴いそれまでの西川口村と、川口村、川口原神殿、山崎神殿を合わせて新しく川口村が、設立され、西川口村は、川口村の大技となり、北魚沼ヌ軍川口村大技西川口となった。 この前年の1888年の個数は96、人口554を数えた。1927年には10日、朝鮮の越後川口越後岩沢間開通に伴い、線路が当地を通った。1957年、川口村の調整志向に伴い、川口村大技西川口は、川口町大技西川口となった。 1977年には川口県神殿、山崎神殿を編入した。2011年3月31日の川口町の長岡市への合併に伴い川口町大技、西川口は長岡市西川口となった。付近で品野川と支流魚野川との合流点があり、この魚野川の川口武佐岩、西川に立地することによる2018年2月1日。 現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。